どうもこんにちは、シュンジーです。今日はね、机の上にずらっとジュラシックワールドで登場するハイブリッド恐竜インドミナスレックスのフィギュアをたくさん持ってきました。 T レックスのフィギュアもね、いろいろ出てるんだけど、やっぱね、インドミナス人気高いんでしょうね。いろんな形アクションのフィギュアが出てましたね。新しいのから古いのまで、まあ、全部ではないんだけど一部持ってきました。ジュラシックワールドシリーズで登場する恐竜の中でも人気の高いインドミナスレックスのフィギュアを今日はね、一気に見ていこうと思うんですが、チャンネル登録がまだの方は登録の方よろしくお願いします。まずはハズブロのダメージインドミナスレックスから見ていきます。まあ、最近のフィギュアと比べるとパッと見ね、ちょっとこう古い感じはするけど、でも言ってもね、インドミナスってまあちょっと前じゃないのか、もう結構前になっちゃうのかな。体グレーカラーで背中のところはちょっと濃いね、グレー、まあ黒っぽい色になってますね。後ろ足のももに JW と書いてあって、ハズブロのフィギュアね、この文字が書いてるの結構ありますね。ダメージ部分がこれめちゃめちゃ痛々しくないですか。まあただ最近の、ダメージフィギュアと比べるとそんなこう生々しいというか、もうリアルな感じではないけど、いやでも骨まで見えてるから絶対痛いよね。前足こんな感じ、4本の長い指があって、この前足の指の造形とかはね、ものすごいよくできてるんですよ。かなり細かいですよね。こうシワの感じとか、爪の部分の塗装とかすごい綺麗です。頭はこちらとなってて、うん、なんかね、怒ってるような表情になってて、やっぱこうなんだろう、マテルのインドミナスとはちょっと違った、なんか少し可愛らしさの残った形になってますよね。このフィギュアのアクションはですね、尻尾を動かすと首、頭が動いて口が開閉するようになってますね。で、頭なんだけど、まっすぐ上に上がるんじゃなくて、ちょっとね、横に傾けるんですよ。この傾き具合がね、いや、なんかいいね。この、まっすぐ上がるんではなくて、ちょっと傾いてると。いや、ここに、なんかね、すごいね、こだわりを感じる。この動きがリアルですよね。これね、いいね。このフィギュア2年前にね、紹介したんで、いや、懐かしいな。もう結構前ですね、これ。次はね、3年前に紹介したこちら、ジュラシックワールドサバイバルキャンプベビーインドミナスレックスを見ていきます。ご覧の通り、形がもうね、ボテッとした、あのカミカミコレクションを大きくしたようなね、そんな形になってて、いやもうとにかくね、可愛いですね。もうかっこいいっていうか、可愛い形になってて、後ろ足とかめっちゃ大きいからね、これ。あの、ゴジラのディフォルメの、あの、フィギュアのような感じになってて、面白いですね。で、ただこう、後ろ足と比べると、前足見てください。めちゃめちゃ細いでしょ。もう、この辺とかおかしいですからね。はい。で、後ろから見ると、こんな感じ。体にはですね、小さいトゲとかあって、あのね、小肌の質感とかね、すごいよくできてましたね。で、大きな頭。はい、こちら。目がクリアパーツになってて可愛いですよね。で、なんといってもね、口の中に生えてる歯がスキッパーになってて、僕はこの形大好きです。あと背中に生えてる不気味なトゲ、まあ、この辺なんかもきっちり再現されてましたね。はい、まあ、こんな感じで、口の中にね、これスピーカーがあってね、舌があるんですが、これセットにお肉がついてたんですよ。で、ご飯をあげることができるようになってて、はい、こうね、口の中にお肉を入れてグッと押すと口閉じてお肉食べます。で、この時にこうサウンドが鳴ってね、あの目が光るようになってましたね。かっこいいよね、この赤く目が光る。あの昔ね、あのインドラプトルのフィギュアで目が赤くなるのあったんだけど、あれもかっこよかったもんね。だから、あのジュラシックワールドの恐竜フィギュアね、目が光るのはね、意外と少ないよね、出てるのね。 T レックスとか目が光るの出てないんじゃないのかな。昔とかはちょっとごめんなさい、わかんないけど、僕はね持ってないね。で、もう一応ね、
いいでしょ、これかわいいよね。これお肉食べた後ね、口閉じてるんだけど、これ、尻尾持ってこう上に傾けると、またこうパカッとね開いた、状態にセットできます。こちらはイマジネクストのインドミナスレックスのフィギュア、さっきまでの2体と比べるとかなりサイズが大きい。そしてイマジネクストのフィギュアの中でもこの子はね、かなり大きいサイズ、まあ中型ぐらいのサイズですかね。イマジネクストのフィギュア、いいところ、体のサイズが大きくてもめちゃめちゃ軽いんですよ。で、あとそう、どの恐竜もアクションが激しいんですよね。まあこれ尻尾を持って動かすと、カメラに映ってないね、これもう頭ブンブン振るようになってるんだけど、マテルのフィギュアではね、こう見ることのできないようなこの動き激しすぎない？あの頭を振るフィギュアはね、当然マテルのフィギュアも出てるんだけど、ここまでブンブン振るのはいてないよね多分。しかもね、なんかねすごいね、動かしやすいんですよ。このね、尻尾を動かすとなんか勢いでもうね頭振り回すんで、なんか信じられない動きしてないですかこの子これはね、いや面白いよね。ただ自分の理想の位置に止めるのはちょっと難しい。なんかうん、なんか角度がね、これすごいね、上の方でねちょっとブンとこう小さく回ったり、こう全体的に大きく回ったりとね、これがすごいね。後ろ足太くてかっこいいですよね。で、爪のところとか綺麗にねペイントされててめちゃめちゃかっこいいんだけど、これ内側スカスカなんすよ。ここがね、まあ見栄え的にはあんま良くないんだけど、まあ外から見るとめっちゃかっこいいんですよね。まあでもこの、軽い軽量化されてる部分はこの辺なんで、そう、こうすることによって恐竜が軽くなってるからよく考えられてますよね。肌はこんな感じ、ちょっとこうソフビのような、なんかね丸みのあるこうね鱗状の肌になってて、で背中に小さいね、こうトゲではなくて突起のようなのがたくさん生えててね、あのアロサウルスのフィギュアでこうね、トゲが伸びるのがあったんだけど、それと似たような綺麗な青色になってますね。頭はねこんな感じとなってて、目がねクリアパーツになっててね、可愛いですね。イマジネクストはもうだいたいこのクリアパーツになってますね。で、口を開けるとこんな感じ、この子もねスキッパーになってましたね。残ってるのはサイズの大きなインドミナスレックスのフィギュア。このフィギュアは全長が約60センチ近くあって、がっちりとした足はねこんな感じ、シワがあってね、あと筋も入っててかっこいいですよね。で、体ねすごい硬そうな、ちょっとこう段々になってるね、ここね、なんか鎧のような体になってて、小さいトゲがあって、首上、そして頭の部分にね、トゲが生えてますね。はい、頭はねこんな感じですね。で、今口を閉じた状態なんだけど、こう綺麗にね歯が並んでて、開けるとこの子もスキッパーですね。インドミナスレックスのフィギュアはね、どのフィギュアも大体スキッパーになってる。このフィギュア2箇所ボタンがあって、後ろのボタンを押すと、口が開くようになってるんだけど、見てくださいこれ、めっちゃもう90度近く口が開くという。映画の中で登場するインドミナスレックスもね、口めちゃめちゃ開きますからね、それと同じように作られてますね。で、あとびっくりしたのはこれね、よく見るとスイッチを押した時になんとね、あれ光ってない、あれあれなんかピーってなった大丈夫か大丈夫か、あ、これあのね、赤く光るようになってるんですよ、首の部分がね。うわ、怖いね、ちょっと音なんなくなっちゃった。で、尻尾を持って角度を変えて、上体をこうしてスイッチを押して、口を開けて、あのミニフィギュアを飲み込ませて遊ぶことができるようになってて、あのスーパービッグフィギュアと同じなんですよね。ただスーパービッグはこうお腹から出すようになってたけど、この子はもうあの出すところないんで、また、こう逆さにしてね、あの取り出すしかないんだけど、はい、まあこんな感じ、あのミニフィギュアでしたら入るようになってますね。背中のボタンを押すと、
前足がこんな感じでね、こうギュッとこう脇締めるような感じの動きするようになってて、めっちゃ可愛くないですかこの動き。あのインドラプトルでもね、この動きのフィギュアありましたね。このフィギュアは2019年に、ご紹介しましたね。やっぱね、この首の部分、ちょっと僕の毛布のちょっと故障しかけてるけど、やっぱり光るっていうのはね、男の子テンション上がるよね。次はジュラシックワールドサバイバルキャンプの、ダメージインドミナスレックスのフィギュアで、これ国内ではね販売されてなくて、僕のチャンネル40万人達成記念として僕ね確か海外かどっかでね買ったと思いますね。値段がとにかく高かった。サイズはさっき見たねインドミナスレックスともうほとんど同じですね。でパッと見もう形もねあんま変わんないね、色とかもね同じだもんね。がっちりとした後ろ足はこんな感じ、シワがあって筋があって、ザラついた肌の感じ、もうこの辺もさっきのと同じですよね。でこの子尻尾にボタンがあります。で背中こうね段々になってて、なんかアンキロサウルスのような鎧のようなねこうね硬そうな皮膚になっててですね。で体横にこれ懐かしいねダメージ部分があります。あの昔のはねこうやってこうもう傷があって、中に、赤色のパーツがあってこうくるっと回転するようになっててですね、背中に、スイッチがあって、これを押すと傷治りましたね。でもう一度押すとね、はい、赤くなって怪我したように見えるようになってます。反対側もね、傷があるんだけど傷の形が違いますよね。ちょっとね、はい、こんな感じ。あとスイッチを押した時にサウンドが流れます。うん、かっこいいね。で前足はねこんな感じで、指長くてですね一本だけ長い爪が生えてると。で、頭ははいこちらですね。もう同じですよねこれね、かっこいい。口を開けるとこんな感じで、まあ飲み込みアクションできないことはないんだけど、さっきのよりかはまあ一体ぐらいしか入んないかミニフィギュアね。まあそんな感じですね。尻尾にもボタンがあって、ボタンを押すとはい、さっきのと同じアクションになってて、口がね開閉してサウンドが流れますね。ただこの子は首の部分が光らない。まあこれもね光るようにしてくれたらよかったんだけど、いい音しますね、かっこいい。で、まあ当然ねこう首とか前足、動くようになってます。最近のダメージフィギュアはピカピカーとねこうライトが光るようになってるんだけど、もうちょっと前だとこれでしたよね。これねインドミナスレックスは出てるんだけど、インドラプトルって出てないんですかねこのタイプ。いやちょっとね見たことなくて、もし知ってる方いらっしゃったらぜひ教えてください。多分出てないと思うんだけどね。最後はもう一番新しい、こちら僕のお気に入りのフィギュア、ジュラシックワールドスーパーアクション光るインドミナスレックス。このフィギュアね、さっきの2体とはね形も違ってサイズも違って少し小さくなりました。全長が約55センチ。で肌の感じさっきのフィギュアと違うでしょ。この横のシワなんかとか全然違って、あと後ろ足にはですねなんと DNA コードが隠れてると。はい、こちらディノトラッカーズシリーズのフィギュアになってますね。はい、まあ筋の入り方とかもね変わりましたね。で背中、まあ全体的に色はね変わってないと思うんだけど、ちょっと暗いかな今回のねこのフィギュアの方が。あと真ん中このトゲの形なんかも違って、少しこのトゲがね突起が大きくなってる気がする。でなんとこのトゲ、これなんかねパールかかってて怪しさ満点不気味ですね。で首のところこう段々になっててね、かっこいい。頭が小さくなりましたよね。ちょっとこう、スリムな頭になって、まあこの目の周りが黒くなってるのは、変わってませんよね。で口を開けるとこんな感じでですね、まあこの子もスキッパーになってますね。あと、飲み込みアクションはこの子はなかったですね。尻尾持って動かせるようになってて、回すとね頭こうやってね
はい、傾けるようになってて、頭傾けて何かを考えてるような、そんな動きができて、で尻尾のスイッチね、ここを押すと、口が開閉してこんな感じで、そして体が緑に光るようになってるっていう、喉の部分が赤く光るのあったけど、まあここ一部 だけでしたよ。で今回のは体まで光って、しかもね、流れるような光になってて、部屋を暗くするとこんな感じ。緑に光るようになってるんだけど、これスケルトンボディとかでもないんだけど、綺麗に緑に光るでしょ。なんでこれ相当この外皮パーツが薄いのかな。もうグレーね、グレーなのに、ここからこうね、こんな感じで綺麗にね光りますからね。部屋暗くするともうかなり明るく光ってたからね。いや、これはすごいですよね。光り物に弱い僕、パソコンもキラッキラにしてるんだけど、いやー、これはね、本当にかっこいいっていうか、これと同じように、こう、ピカッと光る恐竜フィギュアね、出してほしい。なんでインドミナスレックスだけなのっていうね、まあ、そんな感じですよね。そうだ、これ最後って言ってたんだけど、いたいた、全長約100センチのスーパービッグ。インドミナスレックス、さっきのフィギュアと並べるとこんな感じで、めちゃめちゃ大きい。恐竜好きの方には痺れちゃうようなビッグサイズのフィギュア。あのね、肌の造形とかなんか雑じゃないんですよ。作りが細かくなってて、塗装もね、本当に綺麗、リアルでかっこいい。この大きい頭、いや、もう痺れますね。めちゃめちゃかっこいい。で、ミニフィギュアね、これ、飲み込ませることができるようになってて、ここからね、たくさん中に入れれます。アニアのフィギュアもね、入る。すごいよね。本当に超ビッグサイズのフィギュアで、いや、他のマテル以外のフィギュアで、多分ね、このサイズは出てこないんじゃない？アニアでこのサイズが出たら、もうかなり面白いけど、多分出してこないでしょうね。今回はジュラシックワールドで登場するパワフルな肉食恐竜インドミナスレックス、いろんな形のフィギュアね、ご紹介しました。恐竜フィギュアもね、進化していろんなアクションがついてるけど、やっぱね、僕はね、この光るのがね、好きですね。サウンドが鳴って光るのが好きなんで、またなんかね、ピカーっとなんか光るの出てほしいですね。また今日みたいに、恐竜フィギュアね、たくさん並んで、ちょっとこうアクションの違いなんかね、見る動画もね、撮っていこうと思うんで、楽しみにしててください。はい、ということで、今回はこの辺で、よろしかったらコメント、そして高評価ボタンの方もよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバーイ。